かっこいい。素晴らしいね。かっこいいですね、うん、絶対面白い ねこのアニメ。言ってみたいもん。そう、いくらだ、プライベートで言いたいで、いくらだ。似合うな、似合うな、似合っちゃう、似合う、似合う、ベタベタ関西人やからなんぼや。全然買いますもんね。それはそれでかっこいいですけどね。ちょっと関西弁好きなんですよね。じゃあちょっとなんぼやでいただいていいですか。で、なんぼや言う人でした。ご刑事震災橋の感じで言う人の問題だった。かっこいい。ね、こちら改めましてですね、まあ、概要、作品の概要の方を説明させていただきますとですね、桁外れの資産を持つ、神戸家の御曹司でございます大輔が赴任したのは警視庁でですね、問題を起こした人間が送り込まれる現代犯罪対策本部準備室。うんうんうん、言えた、言えたかな。現在犯罪、まあ、現在ちょっと、まあ、そこのそれですけども、通称ゲッタホープでございまして、大輔はですね、情に熱い男加藤春とバディを組まされる。人の命すら値踏みされる大輔に対して世の中金じゃねえと反発する加藤でございますね、昔原作がですね、1978年に、はい、書かれた筒井康隆先生のやつですよね。そうです、そうです、俺小学校とか中学校のとこに読んだことある。あ、本当ですか。うん、本当に売れ、まあ、オンタイムで売れたかどうかあれですけども、うん、そう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 、でも、あれですね、当たり前ですけど時代背景的にももう少し現代な感じというか、そうなんですよ、そうなんですよ、未来感がちょっと増してるという感じでございますけれども、はい、はい、じゃあ改めてですね、大貫さん演じる、神戸大輔、こちらが、どんな役柄なのか教えていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、最先端技術、うん、まあ、ガジェットなんですけど、うん、本当にそれが現代で実現しうる、うん、ものをこう盛り込んでるものなので、うん、はい、そのまあ78年 その筒井先生の原作をまあ元にはしてるんですけど、本当に現代バージョンとしてアニメーションで、まあ、この神戸家、神戸財閥が、はい、ものすごい桁外れの財産でいろんな難事件を、まあ、解決していくっていう、まあ、お話というか存在なんですけど、まあ、彼自身はものすごくこう究極のマイペースで全然人の話を聞かず、まあ、それでいてどこかちょっと天然抜けてるというか天然で、まあ、本当にこう結構な変わり者ですよね。そう、かなり変わり者で振り回されます僕は。今 PV で見た限りではその割とクールで内面に動きがあんまりなさそうに見えるけども、確かに、まあ、でも多分そういうわけでもないんですよね、うん、おそらくこう内部ではこう動いてる、うん、こう心の動きがいっぱいあるんですよね、うんうん、そう、うん、ありますね。で本当にこう僕は初めての声優っていうこともあって、そうだ、そう、お見事、お見事、聞いちゃう、それ聞いちゃう、いいよいいよ、行こう行こう、聞いてこようと。行かないでした、行かないでした。そう、もうそのやっぱり声でやっぱり表情というか感情の動きをつけるっていう、まあ心がそこまで大きく揺れ動かないっていうのもあって、その揺れの幅感っていうんですかをどれくらい出すかっていうのがいつもこう伊藤監督とあもう少し出してとか、あもう少し抑えてとかっていう、その繊細なこうのをこうやってますね。普段はね舞台もの方がねメインでされてる、はい、テレビも伺ったんですけれども、そうするとこう自分の動きでこう結構助けられるじゃないですか。そうですね、やっぱりこう動く方が自然、心が動いたら体が動く方が自然ですもんね。そうそう、はい、それを声だけで表さなきゃいけないっていうその難しさと今もう向き合ってますね。いやでも素晴らしいですよ、本当に素晴らしい。で我々声優陣もそので大貫さんがすごく現場で向上心があるから、おうおうおう、そうどんどんチャレンジしてらっしゃる。大事大事すごい、これ大 大事で、その姿はやっぱりこちらも刺激を受けるし、で大貫さんのお芝居はやっぱり僕らにはできない素晴らしいスペシャルがあるから、うんうん、それを現場で食らう声優陣もかなり刺激を受けていて、うんうん、この間とある後輩が、はい、出てた時に、うん、大貫さんがポソッと言ったセリフに対して絶妙誰だよそいつ。いや本当にお前今声出すなよって思ったんだけど抜き取りだった、 うんうん、そこの抜き取りだったから、うん、はい OK ってなったら絶妙いや刺激受けてるなと思って。でもその、ね、同じお芝居という現場ではありますけれども、やっぱ舞台とか、うん、映像というところでやってきて、そこで培ったテクニックとか、うんうん、いろんなものがあるのを一回もう一回フラットにして、うん、この声優現場でしかできないものを一からやるのは大変だと思いますし、うんはい、その向上心とおっしゃいましたけど、そういう風に入れることの方が難しいというか、すごい本当にすごい、うんうん、でもなんかこう本当にいい作品だからこそもっとより良くしたいっていう、まあ、気持ちがやっぱ強くて、はいはい、だから本当にこう
失敗してもいいからというか、その結局その瞬間失敗したとしてもこううまくいくまでトライすることができる、まあ現場じゃないですか。だから本当にトライはしよう、その挑戦する心は失わずにあのやろうっていうのが決めてることです。もういやもう本当にもう周りの先輩たちが若手に言ってやりたいよ、本当にチャレンジしろお前らも。誰のこと言ってんだよ。言ってやりたい。だってだってその初めての現場なのに、あすいませんここやらせてくださいって自ら言ったりとか、すごい、うん、まあもうなんか僕本当に憧れの存在で、はい、あのもっと言ってそうなのでヤロ君のこと、会えた時に本当に嬉しすぎちゃって、はい、あのリハーサルをした時にちょっとキャラが変わっちゃうぐらい嬉しくて、本当はこう少しこう話聞いちゃいけない聞かないキャラなのにめっちゃこうすげえ神がかしばいしちゃってなんかめっちゃフランクになっちゃった。大輔フランクみたいな僕のちょっと内面が出ちゃったんですよ。そうか、はい、で監督にそうちょっとあのもっと出ちゃうちょっとクールに好き出ちゃってる好き出ちゃってるから好き出ちゃってるっていうダメ出しを受ける。じゃあそんな宮野くんの、はい、やってるキャラクター、はい、加藤春、はい、こちらどんな役からなんでしょうか。そうですね、まあ僕はそのまあ、エリートではないのですが、もともとはその刑事課一課にいたんですよ、うん、でそこのエースではあったっていう存在 でそこでもうバリバリ頑張ってて、もう正義感がだからすごく強い。ただとある事件によってちょっとこう現代本部に行かざるを得なくなったみたいな事情は抱えてるんですけど、だから正義感は強いけど今の部署ではこうなかなかこう自分のやりたいこともできずにちょっとやきもきする瞬間もあったりとか、まっすぐだけど不本意な挫折を味わって、そうですね、くすぶってる感じなんだ。そうで人情派だから人にちょっかいも出しちゃったりとか世話も焼きたくなっちゃう。でそのなんかここがなんかこう一緒に出会った時にこう絡み合っていくみたいな、そんな存在ですね。これバディものということでございますけれども、はい、そうなんですけど最初はあんまりバディ感ないですよね。そうなんですよ、心よく思ってないというか、うんうん、お互いに、うん、お互いに、そう金で全部解決するのが腹が立つっていう状態で入ってきてるし、そんなの聞いてくんないし全然聞かないでどんどん振り回されるあるんだもんね、お前のやり方気に食わねえって言っても先に行っちゃうからなんだっけ損害額の倍を保証しておけ、すごい、ね、そんな言葉ある行ってみてまあでも損害出したくないですから、ね、そうだいや物ともしないです損害をね、行ってみたくはないそっかそっか。そんな、加藤のセリフ的には、なんだろうな、あなたにはもう警察官たる資格ありません言われてましたね。いやそれがなんかそのトラウマというかそのとある事情があって、うん、元後輩だった人に言われるみたいな。なるほどね、まあ、いろんなそのもちろん他にもいろんなキャラクターが、うん、いますけれども、はい、各々に多分いろんな裏側であったり、そうですね、抱えてるものはあったりしますね、はい、それがこう人の魅力になっていっています。だから、はい、例えばどういう人がいるんでしょうねというのをちょっと見てみようかなと思うんですけれども、うん、清水、そうですね、上司です、良き上司、うん、ただちょっとこの現代本部というところがちょっとなんかね緩いんですよ、うん、なので良き上司ではあるけどこうなんかとりあえずいい感じにやっといてみたいな感じの緩さです。あ、なるほどなるほど、うん、だからパキパキこう事件に対して前向きにという人たちは実はそんなにいなくって、そうなん、加藤ぐらい、加藤ぐらい、はい、そうか。じゃあ、今から追っかけていくキャラクター紹介全体的にそんな感じね、全体的にそんな感じ、うん、全体的にそんな感じで、はい、じゃあ神谷さんの、そうなんですよ、はい、神谷さんと僕こうご一緒するの初めてね。そうなんだ、感激、一緒にスタジオの中でお芝居、神谷さんがいらっしゃるの、いやすごい、やっぱ言葉のなんだろう声の力がすごく強いから、うんうんうん、なんかみんなが本当に集結して、うん、出てくるシーンで大貫さんがみんないい声だってそれにやられてたもんね、一回浴びてねマジでやられてその時初めて一瞬落ち込みましたやべえって、もう本当にもうすごいいい声すぎて目をつぶってたらなんか本当に絵が見えるんですよすげえと、いい声マンダラみたいなやつやられていく、もういい声余韻みたいなあいい声みたいなね、そうなんもう感動ですよ、一緒にお芝居できて ねいかがでしたか神谷さん、お会いして、僕がその本当に衝撃を受けた日は、うん、頭と終わりに、うん、一言一言だけだったんですよ、うんうん、でその頭の一言を言ってずっとそれが残ってて、うん、で終わりの一言でそれがまたずっと残ってて、この残る
声というかセリフの言い方なのか持ってるものなのか分かんないんですけど、ずっとそのセリフがね残ってるんですよね。このパワーってすごいなっていうのをあの感じ思いました。へー、はい、本当にその、まあ、ずっと声優をやっていても感じるぐらい刺激的なものっていうのはいっぱいあるんでしょうね、多分ね。そうなんです。だから僕ら声優陣、若手陣もすごい刺激のある現場だし、あの声優として、で大貫さんもきっと新しいところに飛び込んで、ベテランさんも、ほぼ初めてマイク前で声優経験をされるという、大貫さんみたいな方もいらっしゃって、いろんな刺激がこう、いや本当すごい。で多分その輪その輪のゲストキャラクターみたいな方もね、うん、いらっしゃるんでしょうし、すごい人来ます。あ、すごい人来ます。それはまだ言えないですけど、言えないけどあとなんかね、一人ちょっとね、気になる人がいてね、その坂本真綾さん演じる謎の美女。坂本真綾と謎の美女って親和性高いですね。高いですね声優界の謎の美女、やってほしい声優ナンバーワンですね謎の美女やってほしい声優ナンバーワン。名前も今のところ明かされてないんですよ。そうですね、何なんですか。彼女はですね、はい、謎の美女です。じゃあそれを言うがいいよ。言うたあかん。言えるかだから謎なんじゃい。でもここにわざわざその謎の美女として、キャスティングされてるということは、ね、もちろん今後のドラマ、関わりはすごいありますね。で一緒に収録もしてるので、はい、なんかすごい楽しいです、みんな素敵でしょ。もう僕、まあ、大体出てる人何回か会ったことある人とか多いですけど、みんな素敵でしょ。本当にみんな素敵なんですよ。いい現場だ。本当にいい現場。上田玲奈ちゃん可愛い。いやそれ言いたいだけじゃないか。言いたいだけじゃないか。絶対言うなそれ。僕ねすごいあの残ってるのが、はい、おじいちゃんっていうセリフを、ね、何回か繰り返すやつがところシーンがあったんですよ。その時に全部違うおじいちゃんって言ってて、それがめちゃくちゃこう残りました僕的に。なんか何をやってるのかわからないんですけど、すごい感動しました。何をやってるのか、どうやってやるんだ、どうやってやってるのかわからないんですけど、わすごいって鳥肌立ちました僕。なんかみんなにそのあのやり方をどうやってんだろう、あれちょっと覚えたいな、覚えたいなというか、仕組みを理解したいなって思うこともあるだろうし、でもみんなにはみんなにしかない、そうなんだよね、マジックみたいなのが多分あるんでしょうね、きっとね。教えられないものだったりするね、その辺ね。すごい柔らかい空気感で上田さんはいらっしゃるので、この作品の中でなんかね、癒しだよ、癒しの存在、